はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。バンコクの T2 イケイケです。今日はですね、ちょっと修理してるところをね、ちょっと動画にしてみようかなと。修理するのはこちら。もう本当にただ壊れてしまったんで、じゃあなぜ壊れたのか。で、まあ、部品交換するんですけど、部品交換するときにどういうところに、まあ、注意したらいいか。その辺をね、まあ、これから、エアガンとかやりたい人もいるでしょうから、この、ベレッタ、ね、これを使って、ブローバック式の、まあ、基本構造というか、そういうのを学びながら、自分でね、修理できるぐらい、修理というか、まあ、部品交換というか、そういうのがね、できるように、ちょっとご説明したいと思いますので、何をどうやっていくのかということをちょっと見ていきたいと思います。はい、でですね、具体的にですね、今回何がどう壊れたかと。まあ、これですね、これが、WE 社、台湾製のね、ピエトロ・ベレッタ。92FS っていうね。ね。これがちょっと壊れてしまいまして。これ自体はね、そもそももう10年ぐらい前かな。買った銃で、もう寿命はもう多分過ぎてたんじゃないかなと思うんだけど、まあだいぶ塵も積もってしまってですね。まあかわいそうだなと思って、まあ治療を取ったり、いろいろこう、中身もちょっと掃除してあげようと思ってですね。で、ちょっとまあ、打ち試しをしながら、いじってたんですね。したらですね、ですね、まず、この上部のスライドをまあ外しますけども、この下の部分は別に特段問題なく、普通に作動するんですけど、ここの部分がまあ、なんていうのかな、車に例えればエンジンの部分なんですけど、まあ、ちなみにこのね、ベレッタは2種類のパワーソースがあって、1つは、普通のガス、グリーンガス。で、もう1つは、これ CO2 なんですけど、CO2 のボンベを使う2種類のパワーソースが使える銃です。まあ、ちょっと珍しいと思うんだけどね。これは普通のグリーンガスのマガジンですね。まあ、ここからガスを注入してね。で、こっちは弾を入れた後、これちょっと今、閉めちゃってますけど、この中に、この蓋を開けて、CO2 のタンクを入れて、で、またこのネジをね、締め込むと炭酸ガスが入って、まあ大体どうかな、こっちの普通のガスのタイプに比べると1.3倍ぐらいのパワーが CO2 の方がありますと。で、まあそれはいいんですけど、ここにネジがあると思うんですけど、このネジがですね、どういうわけか、まあ昔からなんですけど、非常に外れやすいんですよっていうか、緩みやすいっていうか、振動でね、ブローバックするんで、前後にこれ、ものすごいスピードで前後に動くんで、こうやって。まあそういう振動かなんかだと思うんだけど、それで、ここがね、すぐ緩むんですよ。で、どうしようかなと思って、瞬間接着剤ですね。よくある、まあこういうね、瞬間接着剤、こっちで売ってるんですけど、そうだと。まあこれをが緩まないようにするために、じゃあ、これ一回ちょっと外して、これを先に、ちょっと何滴か垂らしてから、それから、ネジを、すれば緩まないんで済むんじゃないかなと。
いうですね、浅はかな考えでですね、この瞬間殺虫剤を使ってしまったんですね。で、多分少量、本当にこのピンを止めるためだけの少量だったらいいんですけど、僕はしっかり止めようと思ったんで、必要以上に何滴ぐらいかな、5、6滴ぐらい入れたのかな。それで閉めたんですよ。したらまあ止まったは止まったんだけど、なんとこの俺これアルミのプレートがここにあるんですけど、この裏にまあこのピストルのまあエンジン部分に当たる部分があるんですけど、そこまでこの瞬間接着剤が入っていってしまって、要はエンジンが完全にやられてしまったとね。でまあちょっと少し完全分解はしないですけど、バレルをまず取りますね。まあこれバレルですけど、でこれバレルリコイルスプリングか、でこれがスライドのねバレルを抜いたもので、でここがいわゆるエンジン部分なわけですよ。ここにこのグリップに先ほど言った通りガスとか CO2 ガスが入ったマガジンをグリップの中に刺して、そうするとここに出てきますよね。でここに四角い穴があるんですけど、こっからこれって引き金をまあ引いた後こう打つとですね、引くと今ちょっと一気にガス出ちゃいましたけど、まあ今のような感じでガスがまあ吹き出るわけですよ。でその吹き上がったガスがこのまあピストンみたいなものがここにあるんですけど、ここにですね入って、でまあこういう運動、スライドを動かす運動とか、その実際に弾を発射するガスというものをまあここで分けてね、この中でこう仕切りがあって、前に行くガスと後ろに行くガスに2つに分かれるような構造になってて、でまあ弾を発射すると同時にスライドをこう交代させる、で弾を供給してまた次弾を発射すると。でところがこのようなこれ全部この瞬間接着剤で止めちゃったもんだから、もう完全に動かなくなっちゃったんですよね。でしょうがないから、なんだろうな、いろんな、まあ、ドライバーとかいろんなのを使ってですね、無理やり、まあ、まずこれネジ外して、ドライバーとかね、ドライバーね、こういうドライバーとかで無理やりね、こうゴリ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 やってたわけですよ。したらまあこれがその中のまあエンジンパーツで言えばなんだろうな、シリンダーみたいなもんなんだけど、この中でガスがやり取りされるわけなんですけど、この今言った通り無理やりね、なんとかこれを取ろうとしたもんだから、これがね折れちゃったんですよ。本当はこういうものなんだけどね、これを取ろうとしてて、これね結局ね折っちゃったんですよ、こうやって。これでもうお釈迦ですよ、エンジンとしてはね、エンジンのシリンダーが折れちゃったっていうか割れちゃったわけだから、もうガスはねエンジンかけられないですよ、これじゃね。それとここにまあ、安全スイッチがあるんですけど、これで安全ロック
安全っていう、ね、これで発射なんですけど、いじってる間にやっぱり金属の劣化だと思うんだけど折れちゃったんですよ。本当はこれとこれがくっついてたはずなんですけど、これが折れちゃったんで、まあ、しょうがないんで、このパーツとこのパーツ、これをそれぞれ、これもそうだな、これ折れちゃった破片ね、呼び方は、まあ、ガスチャンバーとか、まあ、シリンダーとか言ってますけど、それと、安全ロックですね、セーフティーロック、これをまあ注文して部品をね、まあ、これぐらいなら自分でできるだろうとね思ったんで、そうですぐ1日2日で、まあ、部品が来ましたと、ね、これの新しいの新品がね、でまあすぐ修理に、まあ、取り掛かったわけなんですけど、まあ入れたと、で入れたんだけど、この銀色のアルミのこれプレートがあるんですけど、これ非常にそこそこ厚みのあるアルミなんだけど、所詮アルミなんで変形しやすいんですよ。これ取ったりはめたりするときにやっぱりちょっと無駄変な力がかかっちゃったみたいで、まあ、変形しちゃったわけなんですね。でここが変形しちゃうとメインボディの方ね、こことの擦り合わせがよく悪くなっててですね、作動しなくなっちゃったんですよ。でしょうがないからっていうんで、まあ何回も何回も、マイナスドライバーとかでハンマーで叩いて、こうちょっとずつね、こう成形していったっていうか、まあ本当はこの部分のパーツも売ってれば、これ交換しちゃえば済む話なんだけど、これ売ってなくてですね、自分で直さなきゃいかんということで、丸半日ぐらいかかったかな。もう本当にちょっとしたね、形の変化でこの摩擦が起きちゃうんですね。で摩擦が起きちゃうと、ここの摩擦が、まあ、ほぼない状態まで、こうまあ今ほとんど今ね、これ力ほとんどいらないんで動きますけど、まあ指一本で十分動く、これぐらいスムーズになってないとですね、ガスの力では押せなくて、スライドがうまく動かないと。でスライドが動かないと、ガスも供給されないし、玉も供給されないんで、要はまあ使用不可能とね。しょうがないから、結局半日がかりでですね、ここをもう徹底的にこう変形をね、まあ、元の形がはっきり記憶してないからあれなんだけど、まあできる限り、忠実に元の形に戻そうと。ちょっとねこれ外す時にね、かなり無理してこうこじ開けたみたいな感じだったから、っていうのはその瞬間接着剤でくっついちゃってたから、ものすごいもうガチガチにくっついてたんですよ。でそれをこのドライバーで無理やりこうやって外そうとしたもんだから、ね、でなおかつこれアルミだから柔らかいんで、結構グニャってこう変形しちゃったんですよね。でそれをもうトン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 、ね、ドライバーとマイナスドライバーとね、トンカシとかで使いながら、トン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 、ちょっとずつちょっとずつ変形をこうなくしていってですね、それとあとここにね、ちっちゃいね、ちょっと拡大しないと見えないかもしれないですけど、一点注意事項としてはですね、
ここにね、ものすごいちっちゃいね、スプリングが2本入ってるんですよ。ね。で、これね、外すのももうちょっと大変なんだけど、これはね、こういうピンセットを使ってですね、そーっと外して、で、ちゃんとこういう、なんていうのかな、入れ物みたいなちゃんとしたところにキープしておかないと、ものすごく細くて小さいスプリングなんで、すぐどっか行っちゃうんですよ。で、僕もね、これ直してる間にね、何回もなくしそうになっちゃって、これ2本あるんですけどね、これをね、うまく外してはめてっていうのをちゃんと慎重にやらないと、これバネなんで、ピーンと飛んでちゃうわけですよ。そうするとですね、このスプリングがね、どこに行ったか分かんなくなっちゃうんですよ。ね。で、なんとかな。2日かかりましたね、結局。2日、ほぼ丸2日、徹夜まではしなかったけど、夜、1日、5時間ぐらい、計10時間ぐらいかけて、やっとここのプレートを、きっちりの、ほぼほぼ最初の原型の状態ぐらいまで、直すことができて、それで、ようやく発射できるようになったと。なので、エアガン、これね、これはブローバックガスガン、エアガンでもね、ブローバックガスガン BBG とも言いますけど、ブローバックガスガン BBG とかね、本当に微妙なバランスでできてるんで、その辺をね、注意しながら、使うときは大胆に使えばいいんですけど、こういう開けてね、掃除するために、あるいはメンテナンスするために、こういうのを開けて、外したりとかいうときには慎重にね、やってください。で、ここもね、こういう瞬間接着剤とかでやるとね、非常に危険なんで、探せばね、これじゃなくてタイトロックとかっていう名前の瞬間接着剤よりは弱いんだけど、いわゆるこういうちっちゃなネジのね、緩みね、振動による緩みとかを抑える、軽い接着剤みたいな感じ。瞬間接着剤ってものすごいもうガッチガチに肩くっついちゃうじゃないですか。じゃなくて、同じ、接着剤の一種なんだけど、ちょっと力を入れれば取れると、そういうのがあるんで、そういうのをね、使った方がっていうか、使わないとダメですね。瞬間接着剤は基本使わない方がいいですね。ね、さっきちょっとね、拡大して見てもらいましたけどね、いう小さなね、こういうスプリングであるとか、小さなネジ、これはね、特にバネとかっていうのはもう外れるとピーンとどっかへ飛んでいったりしてしまったりですね、こういう小さいネジもどっかへ転がっていって、それをね、行方不明を探すのにね、何十分もかかるっていうことがあるんで、必ずね、こういう入れ物とか容器に、できれば分けて、何々用みたいな感じでね、分けて入れると、なくなることもなくなると思う、なくなることもなくなるね。はい、じゃあ今ね、ちょっとバレル、いわゆる重心ですね、を戻して、で、これはリコイルスプリングですね。で、ここに突起があるんで、この突起を
ここに穴が開いてるんで、ここの穴にね、リップオイルスプリングをはめた後に、この穴にね、ちゃんとはめるように、します。こういうふうにね、うん、ここにちゃんとはまってないとダメですね。で、あとはこのね、戻しまして、で、ここをですね、戻すと、はい、これで OK ですね。で、ちょっともう今日これもう今夜なんでちょっとうるさいから打たないんですけどね、マガジンで、まあさっきもさっき、ガス抜いちゃったんで、まあここにね、ガス、ここからガスを入れてですね、で打てば、まあ弾が発射されてね、でガスの圧力でスライドが下がって弾を供給して、また次弾が、セットされて、で発射するとね、これセミオートって言いますけど、そういうことができるとね。だこれぐらいの、まあ、部品交換ぐらいであればね、別にお店に頼まなくても自分で部品さえあればできるんでね、そんな難しいあれじゃないのでね、特に小さなパーツとかスプリングとかそういうのはね、なくしやすいんで、必ず小さな容器でも何でもいいんで、ちょっと場所を決めてね、なくならないように、保管して、やってください。そうするとね、余計な時間を割かなくて済むんで、うん、はい。ということで今日は WE 社のピエトロベレッタ 92FS のブローバックガス銃を使って、まあ、基本的な部品の、まあ、簡単な交換作業について説明しました。まあこれはどっちかというと、まあベーシックなあれなんで、上級者用の方というよりは、本当に最近ねエアガンを初めて、まあ、買ったとか、これからサバイバルゲームをやろうとか、そういう、まあ、本当に初心者の方用になっちゃうかもしれないですけど、まあ、もしいいなと思っていただけましたらば、ぜひチャンネル登録といいねボタンと、と合わせて登録ボタンの横にあるベルみたいなやつね、ちっちゃいベルで、あれが、まあ、通知ベルなんで、すべてっていうやつをね、選んでそこをクリックしていただくと、僕が何か動画を流すたびに通知が行きますんで、もちろんタダでね動画が見れますんで、よかったら登録とそのベルもね、お願いします、ね、そうすると僕の方もね、励みになるんでね。ということで、またね、なんかもうちょっと高度な、交換であるとか、なんかグレードアップとかなんかがあるときにはまた別途動画にしたいと思います。はい、それじゃあね、一応、部品の交換が、まあ、できたんで、あと、まあ、調整ですねができたんで、一応ね、試し打ちというか試し切りというか、まあ、So I finished the repair. I mean the change the parts. So I gonna shoot normal green gas 5 shot
and CO2 5 shot ね、一般が、まあ、普通のグリーンガスと、CO2 5発計10発打ってみますんでね、まあ、あのちゃんと治ってるかどうかこれで、言ってみたいと思います。一応あの速度計が置いてあって、まあ、これフィートでしか調べられないんですけど、フィートっていうのはだいたい1フィート30センチぐらいだから、もし300フィートあればだいたい100メートルで、100メーター競争でオリンピックの人がだいたい10秒切るぐらいの距離を1秒で行くスピードですね、うん、まあそれを基準にだいたい見てもらえばいいと。じゃあ初めに、グリーンガスの方からいきます。この辺を狙うのがいいのかちょっと定かではありませんが、1発目、315.5 フィート。3発目、307 307305.6 305。はい、最後です。304 OK This is normal green gas And This is CO2 で、 CO2 はやっぱりね、反動がね普通の銃より大きいんですよね。いきます。1つ目、314。2つ目、落ちた、307。305。ほとんど変わんないですね、パワーは。弾のスピードは変わんないけど、あのリコイルね、リコイルが CO2 は強いです。 The power is quite similar green gas but the CO2 is very sharp recoil because slide is moving so quickもうガスが終わったのかな。ガスがもう終わりに近いかもしれないですね。はい、一応こんなところで、修理完了しました。 OK です。ということで皆さん、今回はこれで終わりたいと思います。ではさよなら。バイバーイ。